内部の展示の様子鳥浜貝塚の復元縦穴式、住居若狭三方縄文博物館は、福井県三方上中郡若狭町にある高校、博物館。鳥浜貝塚の発掘調査の成果や、三方五個の一つである水月湖の固定で発見された7万年に及ぶ都市島に関する展示を行っている。初代館長は、梅原武氏である。鳥浜貝塚の出土品を中心に、 縄文文化を紹介する。中心に、貝塚の地層を剥ぎ取ったものを添える。主な展示品として、百合石湿土の丸木船と、その再現物、各地縄文土器、土偶、縄文時代の埋没樹がある。また、中川武史立命館大学、国旗工学研究センター長の研究を中心とした、水月湖の固定で発見された都市島に関する展示も、ある。 曲がたまや土笛作り、火起こし、瓦家作り、丸木船乗船などの体験ができる。縄文学、古環境学などのテーマについての講演会を主催する。同じく、三方五この三方湖のほとり、川の川口近くに位置する。JR 小浜線三方駅から徒歩20の25分、レンタサイクルで10分ほどである。同じ縄文土マンパーク内に、 福井県連島博物館がある。屋外展示として、縦穴式住居が復元されている。火曜日、メンテナンス期間、年末年始に休館。ありがとうございます。